はい、めげくんです。 F1 2023 っていうのかな、23発売になったみたいですね。ですね、発売まだかな、先行プレイになってるんですかね。はい、ダウンロードで落ちてきたんで早速やってみたいと思います。まあ随分変わりましたね。はい、ただ相変わらず基本となるコントローラーがないよっていううざいメッセージが消せないです、めげくんは。はい、で、ブレーキングポイントとかね、楽しそうなのあるんですけど、とりあえず今日は時間がないのでフリーで走行してみたいと思います。ただメニューの仕組みがすごい変わっちゃったんで、それがどこにあるんだかさっぱりわかんないですね。はい、設定メニューはあんまり変わらなかったんで、まあ問題なくできたんですけど、フリープレイがどこにあるんだかさっぱり分かんなかったです。あと設定はとりあえずハンコンとブレーキペダル類だけ設定して、あとは画面もまあ 4K でやってみます。でこれってね、3面なんですけどトリプルの設定ないんで、左右のモニターに映し出されているところは間延びした感じになるんですよね。どうしてもこれは気に入らないんですよね。ここなんとかしてほしいんですけど、まあフォルツァホライゾンとかもこんな感じなんで、まあ、この辺のものはもうしょうがないのかなと。で、あと今回からなんかハンドリングがすごい良くなりましたよって言ってたんですけど、メイクには分かりません。まあ、ただね、シムキューブ2プロのセッティングがまだオンラインとかだとなかったんで、前の2022の設定をそのまま使ってます。いや、こういうところでちょっと違うのかなと。左右にステアリングを切り込んでいくとそれなりに操作感出るんですけど、センター付近全くないんで、まあ、ここら辺はハンコの設定でなんとかするしかないのかなと。あとはブレーキはなんか前のやつよりよく効くようになったような気がするんですよね。前のやつっていくら踏んでも親の敵のように踏んでもスーッて進んでたんですけど、これはなんか現実的な動力で止まる。ただ本物の F1 乗ったことないんで、どっちが本物なんだかわかんないですけど、あとはそうですね、F はなんかこうやって見ると綺麗なんですけど、でもなんか近寄ると綺麗なんですけど、車体とコースが浮いて見えるっていうか、まあ、今回ちょっとリプレイを撮ってる暇がなかったんでリプレイ動画撮らなかったんですけど、ちょっと嘘くさい、リアルを追求した割には余計に嘘くさくなってるような気がします。まあでもゲームとしては楽しいんで、まあ、しばらくこれ楽しんでみたいと思います。はい、ということで、バーレーンを5ラップですかね、何も設定しなかったんで、ライバル車の強さとかもよくわかんないですし、とりあえずぶつかっても壊れないっぽいんですけど、まあ、初期設定です。はい、ということで最後までお楽しみください。
しい走りだ。自分の持ってる手より奥からニョキッとガッツポーズ出るとびっくりしますね。
なまじリアルに見える分、あれ俺の手じゃねえぞって思っちゃいます。はい、ということで、強さも設定も何もしないでやったんで、とりあえずめちゃくちゃ下手な運転でしたけど、まあなんとか2位と、まあ、ゲームでもフェルスタッペンは強いということでしたね。はい、ということで、まあ俺たちのフェラーリはこんなもんでしょうね。はい、2位でもバンバン台ですよね。あの実際の F1 見てると惨憺たるもんですからね。まあでも頑張ってもらいたいですね。はい、ということで、まあ、絵はね、ゲーム中はね、そんなに気配って見てないんで、まあ、こんなもんかな、綺麗だななんて思うんですけど、やっぱりこの左右のトリプルの設定ができないっていうところがすごく気になるのと、あと今回リプレイは載せてないですけど、リプレイの時はもう完全に車体と路面が分離したような絵になってるんで、もうそこがちょっとなと。あと設定で免許4090でやってるんですけど、フレームジェネレーションの項目があるんですけど、そこがオンにならないんですよね。これメゲ君だけですかね、それとも後で解放されるんですかね。とりあえずなんで普通の DLSS なんてフレームジェネレーション使えてないんで、今一番いい画質で DLSS をウルトラだったかな、設定でギリギリ FPS60 って感じですね。まあ、モニターの性能からしたら半分なんで、今でも十分プレイはできるし、格付きはしないので、まあこんなもんかな。まあ今度ね、9503D の方でもちょっと同じ設定でやってみたいと思うんですけど、まあ、F1 前のやつでも AMD の方が強かったんで、まあ、そっちの方がもしかしたら FPS 出るかもしれないですね。はい、それではまたね、バイバーイ。